レイ・ミステリオ・ジュニアは、アメリカ合衆国のプロレスラー。本名、オスカー・アック・ティエレス・ルビオ。カリフォルニア州、チュラビスタ出身のメキシコ系アメリカ人。現在は WWE に所属。叔父はレイ・ミステリオ・シニア、いとこに、エル・イホデ・レイ・ミステリオ。息子は、ドミニク・ミステリオ。WWE でのリンクネームは、会長ビンス・マク・マホンの意向で、レイ・ミステリオとなっている。 レイ・ミステリオは日本語に直訳すると、神秘の王となる。メキシコ系であることを誇りにしており、腹部にタトゥーでメキシキンと彫られている。また、親友だったエディ・ゲレローの死去以降しばらくは、腕のバンドにエディ・ゲレロのイニシャル、EG の2文字を記していた。160センチメートル前後の身長で、軽量級のレスラーである。ワウイでデビューした当時は、コリブリと名乗っていたが、 後に、おじのレイ・ミステリオ・シニアからマスクとリングネームを受け継ぎ、レイ・ミステリオ・ジュニアを名乗る。ワウィが崩壊した後は、トリプル a WCW と遺跡。WWE では、ビンス・マクマホンの方針で、リングネームからジュニアを外し、レイ・ミステリオとしている。WWE を退団し、トリプル a に復帰した際にレイ・ミステリオ・ジュニアに、リングネームを戻している。 1989年4月30日、15歳で、メキシコ、ティフアナで、トンデバート組、シャム、ペリグロモルタル組相手にデビューした。デビュー当時のリングネームは、コリブリ。その後、バウィなどで活躍したおじのレイ・ミステリオのマスクを受け継ぎ、レイ・ミステリオ・ジュニアを襲名。1992年に、コナンに誘われ、トリプル A に入団。1995年には、 シコシスからワンウィ世界ウェルター級王座をダッシュ。同年ウォーのスーパーアジェイカップ参戦で初来日。その後もフベント、エルイホデルサント等と王座を争い、1995年に ECW にシコシスと共に参戦、アメリカのファンの前で本場のルチャリブレを披露した。1996年に WCW に移籍。デビュー戦でディーン・マレンコから、 WCW 世界クルーザー級王座をダッシュした。同王座を通算5回獲得するなど、クルーザー級戦線で活躍。特に、ハロウィンヘイ平ック97で行われたエリケゲレロ、戦は名勝負として名高く、後に双方とも生涯のベストマッチとして挙げている。またケビン・ナッシュらスーパーヘビー級の選手を次々に破ったことから、巨人キラーの異名を取った。 1998年から1999年には、エディに敗れたためにルフォアの一員としても活動。ルフォアの解散後は、コナン、ビリー・キッドマン、エディラとフィルシー・アニマルズを結成した。同年2月21日に行われたケビン・ラッシュスコット・ホールとの一戦にミステリオのマスクがかけられ、敗れたためにマスクを剥がされ、素顔をさらすことになった。 以降は WWE まで素顔のままファイトしている。2001年3月26日、キットマンとのコンビで、初代 WCW クルーザー級タッグ王座を獲得、当日が WCW 最後の大会となったため、史上唯一の王者となった。7月には再び王に来日。2002年、WWE と契約。異例の事態ではあるが、ミステリオ、 ビンスマクマホン双方の希望により再び覆面レスラーとなり7月25日にスマックダウンで行われたチャボゲレロ戦でデビュー当初はレイミステリオジュニアとコールされていたがしばらくしてレイミステリオに登録名が変更されたサマースラムではカートアングルと対戦したが敗れる秋からはエッジとのタッグで初代 WWE タッグ王者決定トーナメントに 挑戦。決勝で敗れるも、翌週には優勝したクリス・ベノワンド・カート・アングル組、ロス・ゲレロスとのサンウェイを制し第2大王者となった。2003年からは、クルーザー級戦線に参戦し、マット・ハーディを破って、クルーザー級王座を獲得。以降は、タジリ、ジェイミー・ノーブル、チャボ・ゲレロ、スパイク・ダット・リーラと王座を争い、クルーザー級戦線の絶対的な主役として、活躍した。 2004年から2005年2004年からは、クルーザー級先生を離れ、ロブ・バン・ダムとのタッグを結成。12月9日には、ケンゾウ・スズキレネ・デュプリー組から、WWE タッグ王座を奪取。2005年1月13日に開催された、スマックダウンでのタッグ王座をかけた、フェイタル・4米戦で、ロブ・バン・ダムが負傷、その後長期離脱し、 バシャムブラザーズに王座を奪われるが、長年の親友であるエディ・ゲレロとタックを組み、ノーウェイアウトで、タック王座を再ダッシュ。以降、パートナーであるエディと、腕試し的なシングル戦で、レッスルマニア21で対戦し勝利。2005年からデビューした、MNM に王座を奪われてから、両者の間に不協和音が流れ始め、そのことが原因でエディは、ヒールターン。ミステリオの息子のドミニクは、 実は、エディの息子であり、その真剣をめぐっての抗争というストーリーが組まれた。両者は、ジャッジメントデー、グレートアメリカンバッシュ、サマースラムで連続して対戦。サマースラムでは、ドミニクの真剣をかけてのラダーマッチで勝利した。エディとの抗争終了後、10月21日のスマックダウンでの JBL との試合中に、エッジ、クリスマスターズから襲撃を受ける。 エッジのスピアー、クリスマスターズのマスターロックと立て続けに攻撃を受け、船木、ハードコアホーリーらに救出される。これをきっかけとして、RAW スーパースターとの構想を開始。11月に行われた、タブーチューズデイにスマクダウンのメンバーとして登場し、RAW のスーパースターであるマスターズ、ジーンスニツキーと対戦し勝利。その流れで、バティスタとタッグを組み、 短期間タック王座を手にしていた。11月14日のエディ・ゲレロ追悼大会では、ショーン・マイケルズとの初対決が実現、勝利を収めた。2006年から2007年ロイヤル・ランブルでは、2番手として登場。1番手のトリプル H ともども60分以上、戦い続けた。試合終盤に、トリプル H を排除し、さらに残っていたランディオートンも排除し、ランブル戦で、 優勝し、レッスルマニア22での王座挑戦権を獲得した。その後、オートンの挑発で組まれた、ノーウェイアウトでの試合で一度は挑戦権を失う、ものの、スマックダウン、GM のセオドアロングの計らいで、再び王座挑戦が決定。レッスルマニア22では、大会前日に行われた、WWE 殿堂において、エディ・ゲレラの殿堂入りプレゼンターを、クリス・ベノは。 チャボ・ゲレロットともに務め、大会当日のカーとオートンとのトリプルスレッドを制して、世界ヘビー級王座を獲得した。なお、クルーザー級のスーパースターで、世界ヘビー級王座を獲得したのは、これが、史上初。さらに覆面レスラーが、WWE の世界ヘビー級王座を獲得した、ことも、史上初である。7月23日のグレートアメリカンバッシュにて、 挑戦者である、キングブッカーに王座を奪われる。チャボ・ゲレロとの交想を経て、アイ・クイットマッチに敗れ、膝の手術に伴う、長期欠場した。2007年2月、杖をつきながらも久しぶりに、スマックダウンに登場するが、馬がにサモアンドロップや、ヒップアタックを受けて、担架で運ばれていった。同年のサマースラムで復帰し、対戦相手のチャボ・ゲレロに勝利。 その後のスマックダウンで再びチャボゲレロとアイクイットマッチを行い前回やられたことをやり返す形で膝を椅子で攻撃し勝利を収めた。その後はフィンレート構想。2008年から2009年2008年は世界ヘビー級王座戦線で活躍する。ノーウェイアウト前のチリ公園で右上腕筋を断裂する怪我をうが PPV に出場。 しかし、大座奪還とはならなかった。その後は、長期離脱を強いられる。6月19日の WWE ドラフトで、RAW に移籍した。7月7日の RAW で復帰し、対戦相手のサンティーのマレラを破り、復帰戦を勝利で飾った。その後は、ケインと交想を開始する。2009年4月のレッスルマニア XXV で、 JBL をわずか21秒で下し、i c o 王座を獲得した。4月13日のドラフトでスマックダウンに移籍が決まる。移籍後は、クリス・ジェリコと交想を繰り広げ、6月7日のエクストリームルールズで、試合終盤に619を狙った際に、ジェリコにマスクを奪われて動揺した隙にホールを奪われ、i c o 王座を失う。 6月15日の RAW3 次監督番で再選権を行使するが、王座ダッシュとはならなかった。同じ週のスマックダウンで、ジェリコにザ・バッシュでの IC 王座戦を要求する。しかしジェリコは再選権を行使したことに触れ挑戦したいのなら、マスクをかけろと言い,い、ミステリオはそれを了承する。そして6月28日のザ・バッシュでの試合終盤に、再びマスクを取られるが、 もう一枚マスクをつけていたため、素顔が出ることはなかった。それに動揺した、ジェリコの隙を突き619から一連の流れで、勝利し、i c o 王座を奪取する。7月には、ドルフ・ジグラーに襲撃され、それにより構想を開始する。9月4日のスマックダウンでジョン・モリソンと王座戦を行うが試合に敗れ、i c o 王座を失う。十月に行われた、 ブラッキングライツでのフェイタル4ウェイ形式の世界ヘビー級王座戦に参戦するが王座獲得とはならなかった。さらにその試合中の行動が原因となり、同じく試合に参加していたバティスタから暴行を受ける。その後は、ジ・アンダーテイカーの持つ世界ヘビー級王座への挑戦権も絡めつつバティスタと構想を繰り広げる。2010年から2015年2010年、 トリビュート・トゥ・ザ・トゥループス2010年になってからも、バティスタとの交想は続いていたが、3月頃からは、CM パンクと交想を開始する。そして、レッスルマニア・イクスビでは、負ければ、ストレート・エッジ・ソサイティリとなる一戦で、CM パンクに勝利する。続くエクストリーム・ルールズでも CM パンクと勝負するが、試合終盤に、リング下から現れた何者かに襲撃され、それにより、 パンクに敗れる。CM パンクとの構想を続け、オーバーザリミットで負ければ、ストレートエッジソサイティリとなる一戦で勝利し、CM パンクを丸坊主にした。翌週には、ジャック・スワガーの保有している、世界ヘビー級王座のフェイタル4部 A 予選に出場し、ジ・アンダー・テイカーと対戦するが敗れてしまう。しかしその翌週に、テイカーが急上したため、急遽行われた。 バトルロイヤルで勝利し、フェイタル4ウェイに出場することとなった。そして4ウェイ戦に勝利し、2度目の世界ヘビー級王座を獲得した。その後は、スワガーと交想し、マネーインザバンクで王座をかけて再戦する。試合には勝利したが、その直後に同日に行われた、マネーインザバンク、ラダーマッチに勝利したケインに、マネーの権利を行使され、王座から陥落する。 8月には、アルベルト・デルリオのデビュー戦の相手を務めるが敗北。その翌週に、デルリオに負傷させられるアングルで欠場に入ったが、10月1日の放送局遺跡記念のスマックダウンにて復帰し、デルリオとの交想を始める。2011年2011年、ナルシストキャラのコーディローですが、膝当てを奪おうとしたことが原因で、膝当ての金具が剥き出しになってしまう。 それによって、ローデスの顔面を金具で直撃するという事故を起こしてしまい、ローデスを暴走させて、抗争に入る。レッスルマニア27では敗れたが、続くエクストリームルールズでは勝利。4月のドラフトにて、RAW に移籍、再び、デルリオと抗争した。7月終わりには、CM パンクが一時的に、WWE 王座を持ったまま退団したために、 組まれた暫定的な WWE、王座戦トーナメントに優勝。しかし直後ジョン・シナに王座を奪われてしまう。サマースラム明けの RAW で、デルリオに敗れ、負傷欠場。12月に、スラミー賞のプレゼンターとしてのみ登場した。2012年7月、RAW999 回目にて、ザックライダーを執拗に攻め立てるデルリオを攻撃し、復帰を表明。 8月頃から同じマスクマンであるシンカラと組んで戦うことが多くなった。日本公演にも参加。12月、シンカラ対ダミアン参道にて、シンカラのセコンドに着くはずが、会場に現れず乱入してきたザ・シールドによってマスクだけが届けられ、後にシールドに襲われ首を負傷したことが明らかにされた。2013年、ロイヤル・ランブルで復帰。 元世界王者だけが出られる、エリミネーションチェンバー世界王者第一挑戦者、決定戦の予選にて、シンカラとのタックで、ヘルノーを破り参加決定したが、続く、ブライアン戦で破れた後、突然復帰したマーク・ヘンリーに襲われ、叩きのめされ、欠場。11月のサバイバーシリーズ直前に復帰し、イリミネーション戦を戦うも赤敗した。2014年1月、 ロイヤル・ランブルで30番目の選手として登場するも、落ちぬげ。2015年2月26日、WWE との契約終了に伴い、対談することが発表された。WWE 対談後、2015年3月18日、AAA の p p v であるレイでレース2015、ニテレミステリオジュニアへと戻して、電撃復帰を果たす。 WWE での晩年にてパートナーを務めたミステシスとタッグを組んでペロスデルマールと対戦。ペンタゴンジュニア619を決めて勝利し、外戦勝利を果たした。5月24日、ルチャドールによるワールドカップといえるトリオトーナメントビクトリアルチャリブレワールドカップにミステシスエルパトロン・アルベルトとメキシコドリームチームを結成。決勝まで勝ち進み、ティナ ルチャーアンダーグラウンド連合チームと対戦して勝利し、優勝を飾った。8月10日、トリプル A 年間最大のイベントであるトリプラメニア、育水にて、ミステシスとドリームマッチを行う。試合は、ミステシスのフィニッシャーであるラミスティカを決めて、起き手破りの勝利を飾る。試合後に襲撃されてしまい、ミステシスは、ルードユニットであるペロス・デルマールへ加入することを宣言。 異例のヒールターンを行った。2018年1月28日、WWE ロイヤルランブル2018にて3年ぶりに出場を果たす。ロイヤルランブルマッチにて27番手で登場。20番手のジョン・シナと28番手のロマン・レインズをまとめて619を決める見せ場を作るが、シナにスプリングボードシーテッド戦闘音を観光したところに番手のフィンベーラーに捕まり投げ出され、 脱落となった。6月9日、新日本プロレスドミニオン6.9に参戦。棚橋博士重心サンダーライガーと組んで、バレットクラブと対戦。終盤にページとスカルに二人まとめて619を決める見せ場を作るが最後に、コーディーがライガーにクロスローズを決めて敗戦した。2018年10月16日、スマックダウン戦にて再入団復帰を果たす。 11月2日に行われるクラウンジュエルの WWE ワールドカップトーナメントによる予選として中村晋介と対戦。最後に619からダイムへとつなげて勝利した。2019年5月19日マネーインザバンク2019で WWEUS 王座を保持するサモアジョーに挑戦。ジョーからパワーボムの体制で持ち上げられると切り返して、 ミステリオラナを決めて勝利。王座を体感。同時にグランドスラムを達成した。619ハリケーンラナ、ダイビングヘッドバット WWE 世界ヘビー級、王座 WWE インターコンチネンタル王座、WWE タック王座この曲はいろいろとアレンジされており、3つのバージョンがある。ありがとうございます。